ヘレン・ジョアンヌ・ジョー・コックスはイギリスの政治家である。旧姓はリード・ビーター議員に初当選。労働党所属。議員としてはシリア内戦や女性の権利擁護に取り組み、シリア支援の超党派議員団の一人だった。議員に当選するまでブリュッセル及びニューヨークでオックスファム・インターナショナルの人道援助主任をしていた。2016年6月16日に、 イギリスの欧州連合離脱是非を問う国民投票の集会準備中に殺害される。現職の国会議員が殺害されるのは1990年の IRA に殺害されたヤンガウから四半世紀なかったことである。1974年6月22日、ウェストヨークシャー州バトリーで工場労働者の父と学校事務員の母との間に生まれ、ヘックモンドアイクで育つ。 コックスはヘックモンドワイクグラーマースクールで教育を受けた後、ケンブリッジ大学ペンブルックカレッジで社会政治学を専攻し、1995年に学士号を取得して卒業した。彼女は家族の中で初めて大学に進み、後にロンドンスクール・オブ・エコノミクスに進学した。ケンブリッジ大学卒業後、コックスは労働党議員のジョアン・ウォーリーの アドバイザーとして2年間働いた後ブリュッセルに移り、欧州議会議員のグレニス・キノックのアドバイザーを務めた。2001年から2009年にかけて、オックスファムで人道支援活動に従事した。初期の頃は、ブリュッセルで貿易改革運動に従事し、2005年にオックスファムギガバイト主任、2007年にはニューヨークのオックスファムインターナショナルの人道援助主任に任命された。 ダルフールやアフガニスタンでの人道支援活動はコックスの政治活動に大きな影響を与えたほか、彼女の活動はサラ・ブラウンの事前活動にも影響を与えている。2015年イギリス総選挙では引退したマイクウッドの後継として労働党から出馬する。開票の結果、コックスは43.2%の得票を獲得して庶民議員に当選する。 当選後の6月3日に会員で演説し、経済再生について政府の姿勢を問いただした。議員当選後はシリア内戦の解決のために活動した。10月には保守党議員のアンドリュー・ミッチェルと共に、イギリス軍がシリア国内の民間人を助けるために避難所を設営することを訴え、シリア問題の解決を目指す超党派議員団の結成にも参加したが、 アイスセルを攻撃するための軍事介入をめぐる採決の際には危険している。また、パレスチナ問題に関しては、ガザ地区の封鎖を解除するように訴えている。コックスを追悼する人々2016年6月23日のイギリスの欧州連合離脱是非を問う国民投票で残留を支持していたが、投票1週間前の6月16日、ウェストヨークシャー州リーズ近郊で、 国民投票をめぐる集会の準備中、銃撃され死亡した。目撃者によると、3回発砲があり、そのうち一発が東部近くに撃たれ、その後複数回刺されたと証言している。襲撃者は、ブリテンファーストと叫び犯行に及んだとされる。このブリテンファーストについては、テイキングアワーカントリーバックをスローガンに、移民の反対と EU 離脱を目標に掲げている。 同名賞の極右団体があるが、同団体は本県への関与を否定し、彼らが掲げるスローガンに影響を受けた可能性はあるとコメントした。殺害に関与したとして、現場近くの52歳の男性が逮捕されている。男性は精神医学的な問題を抱えていた履歴があり、アメリカ合衆国を本拠地とするネオガチ団体ナショナルアライアンスともつながりがあったとされ、捜査線上の 最上位の容疑者に上がっていた。6月18日に警察はウェストミンスター治安判事裁判所の前に殺人、重傷害、攻撃的な意思を持って武器を所持していたなどの理由で正式起訴する張り出しを行うことを発表した。11月24日に被告に対し犯行が政治的動機によるものであるとして仮釈放なしの終身刑の判決が言い渡された。 キャメロン首相は、これは、悲劇で恐ろしい出来事だ。彼女は輝ける星だった年を惜しむコメントをした。コックスは、孤独問題に注目し、超党派の委員会の設置を準備していた。この委員会は、コックスの死後、保守党のシーマケネディ会議員と労働党のレイチェル・リーブス会議員によって、ジョー・コックス孤独問題委員会として引き継がれた。委員会は、 2017年12月に最終報告書を発表した。この報告書を受けて2018年1月、テリーザ・メイ首相はスポーツ・市民社会担当国務次官の所管業務に孤独問題に対する省庁横断的業務を加えた。この人事はメディア等において孤独担当大臣の設置として報じられた。ありがとうございます。